くし紙を溶かす女性ピエール・オーニュストルノワールの絵画から、くは、髪をすいて、髪型を整えたり、髪を飾ったりする道具。英語で、コームと呼ぶこともある。形状は通常、盤状であり、長辺の片方に等間隔の切り込みが入れられている。切り込みと切り込みの間の部分は、歯と呼ばれる。古くは、ダニやシラミ、ノといった、吸血虫やフケ、ホコリなどを取り除く。 衛生用具としての側面もあった。時代が下がり、入浴や、先発の習慣が普及するようになると、こういった衛生用具としての役目は小さくなっていった。同じく紙をすく道具にヘアーブラシがある。串が板状であるために歯が一列に並んでいるのに対し、ブラシは歯に相当するピンが毛などで作られていて、複数列あり、使用目的によって配列が異なっている。 という違いがある。櫛の歴史は古く、現代のヘアピンに近い単純な作りのものを含めると、さらにその時代を遡ることになる。葉を備えた櫛は古代エジプトですでに広く使用されていたと考えられている。櫛は形状により縦櫛、横櫛、両白紙に分けられる。また櫛は葉の作り方により、血子式と黒子式に分けられる。一般的には横櫛で、 国史式のものが広く用いられた。太平洋の島々などでは縦串も見られる。日本では縄文時代早期のものと見られる木製串が佐賀市の透明遺跡から出土している。縄文時代には国史式の縦串が用いられたが古墳時代には欠史式の縦串が多用された。奈良時代には大陸から横串が伝来し横型国史式の引きぐしが 一般的になった。江戸時代には髪を茹い上げる習慣に伴って串などの髪を整える道具類が発達した。素材は獣の骨や木材一般からより串に適した基礎食品。日本では江戸時代中期以降に多彩な髪型が生まれ、それに合わせて串、郊外、かんざしといった道具が発達した。日本では伝統的につげ串が高級品とされ、 泉串が作られる泉国地下木層のような著名な産地もあった。串には用途で4種類、形状や大小で細かく分類される。現在のヘアブラシに近い形状をしている。大きさは1 5トルから1 8トルあたり。波数により名称が変わる。頭皮の頭赤や髪の汚れを取るための串。 葉の間隔は0.5ミ、mm、リメートルで櫛の大きさは9センチメートルから12センチメートル程度、葉数は3センチメートルあたり29本から42本あたりである。ソーシングとしても用いる櫛。すき櫛に次いで、目が細かく、葉数は3センチメートルあたり15から25本程度。かつてはリハツテニア、チョンマゲ、リキシ等に用いられていた。日本語では櫛は 霊妙なこと、不思議なことという意味の木や生徒の音の共通性から呪力を持つものとして扱われた。他方では女性が髪をすくことから女性格の象徴的な物品としても扱われた。語の読みからは、櫛に通じるため、道に落ちている櫛を拾うことは、櫛と死を拾うことにつながり、縁起が悪いことと意味嫌われる。どうしても拾わなくてはならない時は足で踏んでから拾う。 贈り物にするときは、意味言葉として、かんざしと呼ぶ。その他、94を、串と読む語呂合わせから、串を大切に扱い、人々の美容への認識を高めてもらおうと、日本の全国美容習慣実行委員会が9月4日を、串の日と定めた。日本では古来、串は別れを招く呪力を持っているとされ、現代の日本人でも串を贈答品にしたり、 気軽に貸し借りしたりするのを嫌がる人は少なくない。一方で、魂の宿る頭に飾るものであることから、自らの分身として旅立つ人に手渡しもした。ありがとうございます。